カノニカルは、ウブンツの支援及び開発援助のために、マーク・シャトル・ワースが設立した企業。ウブンツのサポートやトレーニングプログラムを有償で実施して収益化しつつ、開発者やコミュニティリーダーをウブンツプロジェクトに送り込むことで開発を促進している。ウブンツに関連する各種ソフトウェア、バザール、アプストとローンチョッパド、 ランドスケープなどの開発やサポートも行っている。コナニコルは30カ国以上でスタッフを雇用しており、ロンドン、オースティン、ボストン、上海、北京、台北と万島にオフィスを構えている。コナニコルの社員とウブンツコミュニティメンバーカノニカル社は、フリーオープンソースソフトウェアや、フリーソフトウェアの開発者と貢献者の協力を推し進めるツールを中心に、 いくつかのプロジェクトを立ち上げ、支援している。その他、コナニコルは、リナロに対して、開発資源の一部を投資している。ありがとうございます。